今日はですね、中学生、高校生、なりたい職業ランキングというテーマでちょっとお話ししてみようかなと思います。ちょっと前の記事なんだけれども、1月かな?今年の1月にマイナビニュースっていうね、まあそのマイナビが掲載しているニュースで、中高生のなりたい職業ランキングトップ10っていうテーマで、なんか記事が掲載されてまして、ちょっとそれのね、に関する動画をね、まあ今更ながら、上げてみようかなというふうに思います。まあ早速なんだけれども、まあ中学生、男子中学生、なりたい職業ランキング。まず10位がですね、警察官、消防官、自衛官。そして9位が歌手、ムージ。8位芸能人。7位システムエンジニア、プログラマー。6位社長、起業家。5位機械エンジニア。4位ゲーム業界の仕事。3位、YouTuber。ね。VTuber などの動画投稿者。2位、スポーツ選手。ですね。はい。そして1位で国家公務員、地方公務員という結果になりましたね。で、女子中学生、10位スポーツトレーナー、9位芸能人、8位 YouTuber、7位医師、6位看護師、5位保育士、4位イラストレーター、3位国家公務員、2位歌手ミュージシャン、1位教師教員大学教授ということになりました。もうね、これね、夢がないね、なんかね、男子中学生何やってんのこいつら本当に。1位国家公務員だって。6.5%。6.5% の人間もさ、国家公務員になりたい、将来なりたいですって、中学生ぐらい夢を見ろ!本当にもう勘弁してくれよって感じなんだけれども。じゃあ、高校生見てみましょうか。高校生。10位警察官、自衛官、消防官。9位ゲーム業界の仕事。8位歌手ミュージシャン。7位建築家。6位教師教員大学教授。5位設計者。4位機械エンジニア。3位医師。2位システムエンジニア。1位国公民ということで、 YouTuber 消えましたね。急に現実に帯びてきましたね。急になんか稼げる仕事をね、どんどん出してきましたけど、ただ1位のこの国家公務員ってのはね、やっぱもうみんな安定をね求めてるよね。で、女子高生。10位栄養士。9位イベントプランナー。8位学者。7位医師。6位保育士、5位教師、4位事務職で、3位心理カウンセラー、2位看護師、1位国公務員ということで、女子高生はもう現実的な路線に入ってきますね。まあ1位国家公務員、2位看護師あたりがもうあれですよね。で、3位がもう心理カウンセラーとかもうね、謎の職業になりつつありますけれども。まあで、4位に事務職ってね、もうこれやばいね。もう、なりたい職業事務職ってもうさ、それはさ、25、6の人が言うセリフじゃない?事務職やりてーっつって、ね、なんか楽そうみたいな感じで、どうせ楽そうだと思って選んでるでしょ。だって事務職ってね、なかなか給料を上げるのはなかなか難しいよ。でもまあ、大手の一般職とかでね、入ったら、もう、要は大手企業の社内恋愛して、みたいな。で、結婚して、みたいな。ね。年収1000万の男捕まえて、みたいな。まあ、現実味のある。高校生はね、もう、両方とも YouTuber 消えたからね。スポーツ選手とかね、もう消えてますね、完全にね。まあでも、男子中学生1位は国家公務員ってだけでね、まあ2位、3位、4位はまあ結構あれなのかな。2位がスポーツ選手、3位 YouTuber。4位ゲーム業界の仕事っていうことでね、今やってみたい仕事が出てきてるのかななんていうふうに思いますけれども、じゃあ一体全体、ヤマスンが、小中高とどういう職業に就きたかったのか、その話をねしてみようかなと思います。私はね、小学校低学年の頃は消防士になりたかった男子中学生らの、ね、ランキング10位にね、消防官って入ってんだけど、私もね、小学生の低学年の頃は消防士になりたくて、かっこいいじゃん。バックドラフトって映画があるんだけど、あれね、あれで見てアメリカの消防士ボリアっつってね、なんかかっけえなみたいな、パワフルだし、おもなこういうなんか熱音なりてえなみたいな、いや燃えてんじゃねえかみたいな思いながら、まあそんな感じで消防士になりたかったんだけど、まあそっからね、サッカー選手になりたくなったんでね、まあちょうどね、まあグランパスのね、アンダー12にね、入ってですね、まあそっからですね、まあ、なんかあれ俺サッカー選手なれるんじゃねみたいな、なんかそう淡い期待をね、抱きましてね、まあセレクション受けて、名古屋グランパスのアンダー12に入って、で、あ、もうこれ俺センスあるわ、みたいな感じで、もうプロサッカー選手を目指したんだけど、だけど、まあ、小学校6年生、まあ、中学校に上がるときに、まあ、アンダー12クビになって、まあ、中学に上がれなかったんでね。で、そっからね、中学生の頃はね、こう宇宙関係の仕事をやりたかったね。もう宇宙飛行士になろうと思ったんだけど、宇宙飛行士なんだクソ難しいじゃんっていうことが判明して、で、じゃあちょっと宇宙工学とかロケットとかそういうの作る系やりてえなと思って、宇宙工学とかのね、のをこういろいろ調べたりしてたんだけれども、ただ高校生になって、なんかね、こう、高校生になってようやく中二病を発症したんだよね。中二病発症して、
いや、俺は、もうなんか、みんなとは全然違う、もう訳わかんねえ道に進みたいと思ったんだよね。もう全然ね、みんなが、こう、まあ、いい感じに会社員になって、で、結婚して、みたいな、こうな、こういい感じにこう進んでいくところを、もう俺はこっち行きたい、みたいな。なんかこう、他の人とは違う仕事したいな、みたいな風に思い出しまして。で、それでまあ、いろいろ調べてたら、なんか航海士稼げるらしいじゃんみたいな、なんか船乗り海の男かっこよくねみたいな、10ヶ月間海の上にこう航海士として漂うみたいな、かっこよくねと思って、でもなんなら俺海賊なれるやんと思って、それでまあ航海士のね道をね進もうと思って、まあ結局そのまま進路でね水産大学校のね海洋生産管理学科っていう、まあ、航海士の、ね、資格が取れる、まあ、その学校に入学するわけなんだけれども、ただまあ大学生でね、その航海士になろうと思ったんだけど、もう船酔いがひどくてね、もう本当に気持ち悪くて、もう24時間気持ち悪いの。箱ね、どうだろう、2メーターぐらいかな、箱2メーターか3メーターぐらいでもう、ゲロリンチョだったわけですよ。あ、もうゲロリンチョだったから、もう本当に、もう立ってらんないのよ、マジで。本当に、あ、すいません、気持ち悪いっす、つって食堂行って、うえ、つってやって、で、また戻るじゃん。で、またワッチに入るんだけど、ワッチしてたら、またもう15分くらいにまた気持ち悪くなって、あ、すいません、気持ち悪いです、つって、また食堂行ってもらう、つって、って、それをね、なんで4時間繰り返すみたいな、本当に、もうやばいと思って、あ、俺はもうこれ命が持たないなと思って、なんか最後の方、ほんとまあ、オレンジ色のが出てくんでね。最初はまあ、それ要は飯食った植物が出てくんだけど、その次なんか緑色のやつが出てくんでね。胃液が出てくんで、緑色のが出てきて、最後ね、オレンジ色のが出てくんでね。なんか後々調べたらね、なんかその胃が要はその、出血して、その血が混じってんのがもう出てるらしい。で、緑色のやつはなんか胃液らしい。なんかそんな感じで、もう本当に、わ、俺もうこれやべえわと思って、でもちょっと航海士は無理だっつって、まあ航海士やめちゃったんだけど、まあ結局、まあ資格は取らずに、まあ卒業して、まあ今はこんな感じでね、来とるわけなんだけれども、まあでもね、一応こう、まあ YouTuber やってるってことでね、まあちょっと普通とはちょっと逸れてるかなっていうのと、あとは、まあ会社員やりながらね、一応今まあプロボクサーやってますんで、まあちょっとね、違うかなっていうね。ちょっとちょっとでこう、もう15度15度ぐらいでね、30度ぐらいこう、合計し30度ぐらいみんなとはちょっと違う道を進んじゃってるわけなんだけれども、ね、まあみんなはね、どうですか？やりたい職業、なりたい職業、ついてやってますか？どうなんだろうね。何パーセントぐらいの人がこう、今の仕事を、中学生とかさ、小学生の時とかに思い描いていたかな。あんまり多くないんじゃないかなと思うよね。まあもちろんさ、公務員とかさ、警察官とか消防士とかさ、こういうなんか、なんつうかな、代名詞みたいな、こう固有名詞みたいな、ところで仕事をしている人だったら、もしかしたら、その割合っていうのは高いかもしれないけど、なかなかさ、じゃあ小学生の時に俺はエンジニアになるぜ、つってエンジニアやってる人ってなかなか、まあ多くはないと思うし、まああとさ、やっぱ、小中学生の時に知ってる仕事ってさ、限られてるじゃん。で、いざさ、就活した時にさ、わしも商社の存在を知ったのは就活した時なんだよね。なんかこう、よく営業職とかでさ、あるじゃん。まあメーカーの営業はまあわかるわ。だけどその商社の営業ってのは、全然知らなくて、これ何これみたいな。何商社ってって思って。まあ要は仲買人の、まあで話なわけなんだけど、要はいろんなメーカーとのこう取りまとめする役っていうことなんだけど、その存在を知らなくて、何商社ってみたいな、なんかこう怪しい軍団だな、みたいなふうに思ってたから、だから私はもう就活するときはね、商社外してたんでね、怪しすぎて、おい、なんかこれはちょっと商社とかってなんかやべえんじゃない？なんか水産商社とかさ、いろいろある、なんかあるわけなんだけどね、まあベニーレイとかね、あるわけなんだけど、まあちょっと就活でちょっと、これ商社危ねんじゃないみたいな、まあメーカーの営業はわかるけど、商社の営業って何なのかよくわかんねえな、みたいな。やっぱね、小学校、中学生で、まあなかなか知ってる仕事ってのはまあ少ないけれども、まあそういうところで多分、まあそういうところで仕事してる人は、まあもしかしたら夢が叶っているかもしれないですね。で、一体全体今、私、ヤマスン、なりたい仕事何なのかっていう話なんだけど、私もね、ぶっちゃけよくわかってないね。まあ少なくともね、今のこの、まあ自動車部品のメーカーの仕事っていうのは、どうなんだろうね。やりたくてやってるっていう感じじゃないよね。やっぱお金もらえるからやってるっていう感じじゃない。もうお金もらえるっつったって、まあ大してもらって、ってないんだけど、だからなんかこう、なんつうのかな、やっぱ世のため人のためになるような仕事で、かつつうかな、もうどこでも働けるようなそんななんか仕事がしたいなって今ちょっと漠然として思ってるよね。まあそれこそまさに、まあ今ちょっとまあアルバイトでまあやってるわけなんだけど、まあ消防設備士の仕事だったりとか、あとはこの間ね、試験、まあ筆記試験の予防してまあ電気工事士のね、仕事だったりとか。なんかもう何県でも働けますみたいな。もうなんかこの県じゃないと働けないとか、なんか例えば自動車関係だったらやっぱ
ね、強いのは愛知県だし、まだ神奈川、日産だったら神奈川とかね、あとね、ホンダだったら鈴鹿とかね、あとなんか栃木の方とかだったらね、スバルがあったりね、その県によってさ、もうやっぱ自動車部品の感じの仕事をするんだったら、もうその県じゃないと働けないじゃん。やっぱそういうインフラ系の仕事だったらもう何県でも働けるじゃん。もうなんなら今からじゃあ鳥取行って、鳥取でもしかしたらまあ給料少ないかもしれないけど仕事がある、あるにはあると思うんでね。だからなんかそういうこう僻地でもなんか働けるというか戦えるというか、なんかそういう仕事したいなって今なんか漠然と思ってますね。まあということでね、まあ、もうちょっとね、やっぱ特に中学生ぐらいにはちょっと夢を持ってね、1位がね、国公務員とかね、つまんないからね、やっぱ1位 YouTuber、スポーツ選手ぐらいにね、できるようにね、ちょっと私もこの YouTube の活動頑張ってみようかな、なんていうふうに思います。はい、まあ、ということで、本日は以上になります。まあ、ぜひね、皆さん、まあ、これからでもね、いくつになっても遅くないんで、なりたい仕事、なりたい職業、考えてみてもいいんじゃないかなと思います。それじゃ、バイバイ。2階です。はい。